中日の石橋幸太保守と樋口正信内野手が10日の DNA 戦、横浜の試合前練習に合流した。樋口は今季初の一軍。昨年、独立の BC リーグ、埼玉から育成ドラフト3位で入団。50メートル5秒台の瞬速を武器に同年7月に支配下契約を獲得。一軍ではダイソーとしてプロデビューを果たすなど7試合に出場した。 石橋は5月中旬に一軍昇格し、4試合にスタメンマスクで出場した。6月初旬に登録抹消され、今季2度目の一軍となる。代わって、9日の DNA 戦、横浜に出場した宇佐美慎吾保守と竜は内野手が練習に姿を見せなかった。